えー、です、えー、今日はですね、ちょっと皆様にですね、お願いございまして、で、お願いというのはですね、あのー、 新しくですね、切り抜きの動画というものを作り始めました。で、こちらはですね、今まで過去にですね、行ってきた、あどあのいろんな喋ったことのですね、まあ、ダイジェスト版というかですね、まあ、短くですね、やって、お時間のない方にもですね、こちらで復習していただくというようなことをですね、考えた人物、スタッフがおりましてですね、これをですね、ぜひですね、皆様に新しい動画の方もですね、ご登録をお願いしたいというふうに申し上げます。 ぜひですね、岩田氏の切り抜き動画、うん、切り抜き部屋って書いてあったかな、切り抜き動画をですね、ぜひともご登録のほどよろしくお願い申し上げます。 岩田篤大学で一緒に勉強してまいりましょう。よろしくお願いします。こんばんは、岩田篤です。今日取り上げてみたいニュースはこちらです。え北朝鮮問題、本当の危機はということなんですけれども、まずですね、ちょっと朝日新聞の記事を読んでみたいと思いますえ。今日ちょっとスマホで失礼します。で、北朝鮮のですね、ニュースなんですけれども、1月12日のですね、北朝鮮、え これ、極超音速ミサイル、極っていうのか、極っていうのかよくわかりませんけど、えー、超音速ミサイル死者に成功と報道ということで,ですね。 北朝鮮の朝鮮中央通信は12日、国防科学院が11日にですね、極超音速ミサイル、極なのか極なのかわかりません。極にしときましょうかね。極超音速ミサイルの試射発見を、発射を行い、金正恩総書記が参観したと報じた。米韓は同日に北朝鮮北部の時系道っていうんですかね、から弾道ミサイルと見られる一発が発射されたことを確認したと。 同通信によると死者は、えー、極超音速ミサイルの全般的な技術特性を最終的に確証する目的で行われた。ミサイルは発射後分離した弾頭が600キロ先で再び跳躍し、 発射時の方角から目標方向へ240キロ旋回し、1000キロ先の目標に命中したという、まあ、ちょっとなんか言葉で言ってるだけでも分かりにくいんですけれども、要するにですね、まぁ、あ、簡単に言ったらですね、まあ我々軍事的に素人から言ったらですね、こういうことですね。北朝鮮の軍事的なですね、ミサイルの性能が飛躍的に向上してると、まあ、こういうことだと、いうふうに私は解釈していいというふうに思います。 で、これはですね、優れた機動性能が実証されたと強調したということなんですね。金正恩はですね、昨年1月の第8回朝鮮労働党大会で提示された国防科学発展及び兵器システム開発5カ年計画のうち、最も重要な戦略的意義を持つですね、この極超音速兵器開発に成功したことを高く評価したと。 軍隊の現代性を高め国の戦争抑止力を強化する歴史的異業で引き続き立派な成果を獲得すべきだ。自主権と安全を頼もしく担保する。 などとですね、言ってるわけですね。で、これね、あの、私はですね、あの、このはっきり申し上げて、兵器にはですね、そんなに、あの、興味があるわけじゃないんですね。で、兵器の問題っていうのは、まあ、詳しい人は、え、お詳しいので、それは専門家に、あの、お任せしたいと思うんですけれども、私がここでですね、一番注目したいのは、北朝鮮の、うん、ミサイルのですね、性能が上がるということは何を意味するかと言ったらですね、それ日本にとって危機だということですよね、簡単に言ったら。で、その日本の危機だということをですね、ここに書いてあるのはね、 本当の危機はって書いてあるの北朝鮮がミサイルを高度なものにしているっていうのは危機ですよ、日本にとって。しかしですね、もっと本質的なね、危機ってのは何かって言ったら、北朝鮮が飛翔体を飛ばしたとかですね、ミサイル飛ばしたのに飛翔体だとか言い換えたりですね、なんかそれがですね、まるでね、普通のことになってないかということなんです。我々日本人の感覚がですね。え、つまりですね、あ、なんか今日雨降りそうだね、と。いや、今日雪かな、 いや、北朝鮮のミサイル、飛翔体かなみたいなね。そう、ごく日常生活の一部になっちゃってないだろうかということがね、私は一番問題だと考えてるんです。つまり、本来であるならばですね、北朝鮮がミサイルをぶっ放してきたということはですね、あってはならんことですよね普通に考えて。というか、恐ろしいことですよ。もし、万が一の場合はですね、日本国民が死んでしまうかもしれないと。まあ、そういう可能性もあるのに、なんかそれをですね、もうマスコミも言わないし、国民もなんか、 あ、またやったらー、みたいな感じでね、日常生活の一部になっちゃってる。で、これはね、考えてみると本当に恐ろしいことなんじゃないか。つまりですね、本当の日本人の危機ってのは何かって言ったら、危機であるっていうことを認識できないっていうことですね。つまり、これ,これ危ないっていう、このまま行ったら危ないよっていうことを認識できない。つまりですね、あと数メートル先にね、崖があるというのにね、あの、ヘラ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 しながら歩き続けてると。いや、それもう、ちょっちょっちょっちょと。 そこもう道ないですよと危ないですよと落ちますよという認識しながらね、ここで留まるってのはまだわかりますよ。でも認識しないままね、ゲラゲラ笑いながらですね、歩き続けてたらこれ危ないじゃないですか。で、日本の危機っていうのはね、本質的な危機っていうのは私はそこにあると思うんですね。別にですね、えそのじゃあ北朝鮮がですね、明日にでもですね、日本を滅ぼすことができるかって言ったら、それはね、 難しいでしょう。だけれどもですね、日本人の生命財産がですね、侵害される可能性は高いわけですよ。なのに、それに対して、おい、北朝鮮、意外にしろよと、ということにね、向かっていかない、この日本人のね、なんていうのかな、 憲法9条さえあれば、この国はずっと安全ですよという、そういう信仰ですね。これがね、やっぱ私はね、本当の危機だというふうに思います。要するに北朝鮮はですね、そういうミサイルを作っている。ルトワックというですね、あの、戦略家がいまして、彼はですね、なんかいろいろ本書いてて面白いんですけれども、彼の中で私がね、北朝鮮について言及してる中でね、面白いなと思ったのはね、北朝鮮にはですね、二つの特徴があるって言うんですよ。皆様、メモのご用意を。いいですか 二つですよ。二つ大きなね、特徴がある一つは何か。一つはね、指導者の髪型がおかしいって。 うん、確かにおかしいですよね。あんな髪型して歩いてる人いないですもんね。ちなみに私、あの、キム・ジョンの同級生、同い、同い年なんですよね。だからなんかね、ああ、なんか坊ちゃん頑張ってるなというふうにいつも思うんですけれども、でもね、あれは、やっぱ髪型はあ確かにおかしいし、時代遅れだし、まあ、はっきり言ってなんかいかれて見えますよ。ただですね、ただ、そ二つ目の特徴というふうにルートワークがやってる。で、その二つ目の特徴は、ただし、北朝鮮のミサイル能力を侮ってはならないと言ってるわけですよ。 で、これ大事なことですよね。我々なんか指導者がですね、滑稽な格好してたりするとですね、なんかついついゲラゲラ笑ったりですね、根魚とかなんか歌ってたりするとですね、なんか根魚根魚とかなんかやってるとですね、なんだこの国はというふうに思ってなんかゲラゲラ笑っちゃうけど、でもね、それやっぱ間違いで、で、やっぱりその北朝鮮が一歩一歩ですね、技術をね、確信を進めているということ自体はね、我々は、あの、きちんと認識しなくちゃいかんというふうに思います。そもそもですね、やっぱり、北朝鮮というのは、我々にとってですね、私もね、 いや、本格的にですね、調べようというふうに思うまでね、あまりね、考えたこともなかったけれども、私はですね、全体主義の研究をするのが好きなんですよ。全体主義が好きだっていうとなんかそれちょっと違う意味になってくるでしょ研究するのが好きなんですよね。だからナチスとかソ連とかですね、どうしてね、 人間が人間に対してここまでね、どうやっての残酷になれるのかなというのをですね、一生懸命こう見るわけですよ。で、やっぱりソ連の全体主義の特徴、そしてですね、ナチスの全体主義の特徴っていうのを考えていくとね、えこれはどうしてもね、政治思想に行き当たるんですよ。やっぱりその体制を 支えるですね、イデオロギーっていうのがあるんですね。で、例えばナチスだったらですね、なぜナチスがね、独裁をしているのかっていうことなんですね。で、それはね、なぜかって言ったらですね、これ彼らの中に壮大なね、壮大であり、かつ滑稽な理論があるんです。それは何かって言ったら、すべてのね、歴史は、全世界の歴史はね、民族の闘争の歴史であると。 ま、半分当たってますよね。民族で戦ってますから。で、ただですね、最終的にはですね、ユダヤ人とアーリア人種が戦って、で、これアーリア人種が勝たなくちゃいけない。だから、やられる前にやるんだって言ってユダヤ人をですね、虐殺を肯定してたわけですよ。そういうですね、あの、肯定の仕方。だからですね、面白いのは、ヒムラーって。 ヒムラーっているんですよ。ヒトラーの副審はヒムラーってです。これ冗談みたいに聞こえるかもしれないけど、本当の話なんです。ヒムラーってのがいるんですけど、このヒムラーっていう、やつがですね、SS、親衛隊っていうのを率いてるんですけれども、親衛隊の若き将校に対してですね、こんなことを言うんですよね。要するに、諸君はね、罪のないユダヤ人をね、撃つときにね、罪の意識を感じるかもしれない。 その弱さを克服してこそね、ドイツ民族はね、偉大に、この最終的なね、戦いに勝利することができるんだっていうね、無茶苦茶な論理なんですよ。だから罪ない人殺してることは分かってるし、それでね、やっぱりナチスでもあってもですね、やっぱ最初はおじけづくんですよね。だから、麻薬漬けになったりですね、なんかアルチューになったりね、いろんなあのいるんですけど。で、その結果ね、最終的にどうするかっていうと、顔が見えない形でのガス室とかを作るようになるんですけどね。 まあ、それはさておきですね。やっぱイデオロギーがあって、そのイデオロギーを根拠にして虐殺を行う。じゃあ、ソ連はどうかって。ソ連もあるんですね。階級闘争士官と、それから私的有物論ですね。で、こういうものがあって、まあ国家は常に人民を搾取すると。 で、最終的には国家がなくなる時代が来る。国家がなくなるユートピアを作るためには、えプロレタリアートのー無慈悲なるね、独裁がまず一段階あって、で、それが後に、えー、そのユートピアが来る。ユートピアなんか来ないんですけど、でもそういうイデオロギーによって人々をですね、えー、管理したりですね、えー、虐殺したりするわけです。じゃあ北朝鮮って何なんだろうというふうに考えたら、もうはっきり言って私北朝鮮っておかしな国だとは思ってたけど、その思想的にね、この国がなんかおかしいということを考えたことっていうのはあまりなかった。でも でもね、はたっと気づいてですね、これはですね、一体何がね、北朝鮮をね、こうイデオロギー支えてるんだろうというふうに思って、そこでたどり着いたのが、チュチェ思想というものなんですよねえ。チュチェ思想っていうのは何かって言って、主体思想って書くんですよ。これでチュチェ思想って読むんですけれども、このチュチェ思想というものがですね、全体主義がですね、これ確実にですね、北朝鮮の理論的なね、国家を支える理論的な根拠になっていると。 ということをですね、まあ、えー、調べていて知ってですね、それ恐ろしいということを気づいたんです。我々の隣の国にね、それがあって、 で、そういった国、つまり、もう私に言わせればですね、これはかつてのナチスドイツ、そしてスターリンとかレーニンが率いて時代のソ連と同じぐらいね、過激な思想に基づいた全体主義国家が北朝鮮だということなんですね。で、これはね、やっぱり我々もうちょっと認識した方がいい。つまり、なんていうのかな、ただミサイルを飛ばしてくるとか、ただ拉致をやってる。もうこれだけでも犯罪なんですよ。でも、犯罪をね、 支える理論的根拠まで持っている国なんだということ、イデオロギー国家なんだということをですね。やっぱり、きちんと認識した方がいいというふうに私は思います。例えばですね、私も、あの、驚いたのはですね、ヨドゴー事件というのは昔ありました。ヨドゴーのハイジャックですね。で、あれは学生運動に失敗して、で、もう学生はですね、あの、どんなに笛吹くと、おぞらずだということで。外をね、根拠地にして、で、外、外から日本の革命を目指すということで。最初ね、ヨドゴー、ハイジャックはですね、確かキューバとか行こうとしてたんですよね。だけど、それ全然行けなくて。 最終的に北朝鮮に行くんです。で、北朝鮮のね、あの当時はまだ、キム・イルソン。キム・イルソンのことをね、指導してやるんだ、というつもりでね、行ったんですよ、学生たちがね。まあ、本当に極楽党部の革命党何かとか知らないね。まあ、くのはまあ、はっきり言わせて、言わせてもらうと、アホですわね。で、こういうアホがね、行って、で、逆に北朝鮮で完全に洗脳されるわけです。その時のね、ね、中世思想のね、すごいですよ。ちょっとこれね、あの、これ、篠原先生と私がですね、書いた、なぜ、彼らは北朝鮮の中世思想に従うのかということですけど、この中でね、 ちょっと紹介してますけど、主治思想のね、北朝鮮にはキム、金日成主席への絶対的忠誠を要求する、党の唯一領土体系確立の重大原則という考慮があるんですね。重大原則ですね。何なんだろうと、重大原則ね。え、第1条、全社会を金日成、金正日主義化するために命を捧げて闘争すべきである。 第2条、偉大な金日成同士と金正日同士を我が党と人民の永遠の狩猟、主体の対応として高く報じるべきであり。第3条、偉大な金日成同士と金正日志の権威、党の権威を絶対化し、決死、決死の覚悟で擁護すべきである。で、うんぬ、うんぬ、うんというこれがずーっと十まで行くんですけれども、で、これをですね、毎朝毎朝ね、読まされるわけです。で、もうずーっと毎日ね、あの思想洗脳されるわけです。我々ってね、 洗脳っておかしな人がされると。頭の弱い人がされると思ってるじゃないですか。多分、私もそう思ってましたよ。でもね、そうじゃないんですよね。自分では、確固とした自我があるというふうに思ってる人でもね、毎日毎日ね、ずーっとね、洗脳されると、本当に人間って、ころって洗脳しちゃうんですね。この人間の弱さっていうのがね、全体主義の一つのポイントなんですよ。ソ連にしたって、ナチスにしたって、立派なドイツ人もいるし、立派なね、それはロシア人だっているんですよ。だけどね、みんなね、 毎日毎日やられてるうちにね、洗脳されるんですね。で、北朝鮮でもまさに洗脳されるんですね。生きろ、洗脳くんみたいな感じですよ。毎日毎日僕らは洗脳の、みたいな感じでですね、ずっと洗脳されてるわけですよ。で、それやっていくとね、本当に私たちは間違ってた。 ようやく中治思想に出会ったんだと言ってですね。で、彼らヨドバの人たち何やったかって言ったら、あの、ヨーロッパに出てって日本人の拉致に手を染めてるんですよ。日本人の拉致を実行してたんですよ。ヨドバのね、人たちがね。でこういうことって、まあ、あの、ほとんど知られてないですよね。で、それからね。 もうこれなんかもう本当にね、北朝鮮とか全体主義を知る上でね、本当に気をつけなくちゃいけないことだと私は思うんですけれども、あの、日本でね、反核平和運動っていうのが盛り上がった、その先駆けとなったのはですね、ヨーロッパからね、ヨーロッパの日本人が半核平和を呼びかけてですね、それに対して答えるっていう形でですね、なんか一生懸命やってた人たちいるんですよ。で、もう何十年も前ですけどね。で、じゃその人たちにね、資金提供してたのは誰かって言ったらね、 北朝鮮なんですよ。北朝鮮が資金提供して、日本の反核運動をやらせて、核兵器のない世界をって言って、わーわーわー,ーやるわけです。で、核兵器のない世界をってね、日本のね、極楽トンボたちはですね、あー、そうだそうだ、核兵器のない世界だと言ってるわけですね。で、わーわーわーは適当に盛り上がってる。その間じゃあ北朝鮮は何やってたか。 核兵器作ってたわけですよね。核開発に向けて、もう一生懸命やったわけつまり、日本の核兵器を持たせないで、自分たちが核兵器を持った方が、それは強くなりますよね。国策としてね、全体主義国家として、人のね、自由だとか、意志だとかですね、思想だとか、そんなものどうでもいいんです人権なんかどうだっていいんです。常に、全体主義、国家、北朝鮮という国がどうやったら強くなるかっていうことばっかり考えてですね、で、それで、人たちをですね、洗脳して、ね、その、駒としてね、使うわけですよ。 だから、そういった国が隣にあるっていうことをね、私たちははっきり認識してるだろうかっていうことがね、私は一番の問題だと思うんです。要するに、変な国だね、と。なんかキ、キム・ヒルソンとか、キム・ジョン・イルとかなんかよくわかんないけど、変な人たちだね。あの、なんか、ただの太っちょがなんかやってるだけだろうと。いうふうなね、そういうふうな部別。 これもちろんね、その、尊敬なんかできるわけじゃないから、部別していいんだけど、でもね、それはね、部別っていうよりも、適切な批判じゃないくちゃ私はいかんというふうに思うんですね。つまり、こう、下に見ちゃっていて、つまり彼らの方が実はしたたかな点をですね、見逃してる。どうせ貧乏な国がまたなんかおかしなことやってんだろうと。何が、ミサイルだとか言ったって、日本のラジコン程ドだろうとかですね、ドローンの方が強いんじゃないのとかですね。な適当なこと思ってるかもしれないけど、北朝鮮を侮ってはいけないんですよね。 私が申し上げたいのは、何よりも申し上げたいのはですね、我々がきちんと、 危機としてですね、脅威を脅威として認識するっていうことです。で、それを認識できたならね、もう決してね、憲法9条が日本を守ってるなんてね、そういう幻想みたいなこと言えなくなるんですよ。私はだから日本人に本当に呼びかけたいというふうに思うのはですね、ままあ、これご視聴いただいている皆様方ですね、もちろんそういうことを認識されてるからこそ、今ご覧になってると思うんですけれども、そういうことをですね、全く認識していない人たちにね、やっぱり言いたいのはですね、あなたたちが、 平和で自由でね、この日本というものは、いつまでも永遠にあるというふうに思ってるかもしれない。憲法9条さえあればですね、永遠にあると思ってるかもしれない。違うと。今の日本がですね、しっかりとしたこういった状態にあるのは、のほほんとしてきたからじゃないと。自衛隊がしっかりと存在した。そして日米同盟というものがしっかりと存在した。これによって、外敵からのですね、脅威を排除してきた。だけれども、残念ながら拉致問題は防げなかった。そして、 ミサイルも今このままでは防ぎようはないと。こういう状態になってる。やっぱり今こそですね、日本人はきちんとですね、我々にとっての危機っていうのは何なのか。北朝鮮のミサイル、拉致、そして全体主義、そしてですね、もう一歩進めたらですね、中国がこれだけ軍事的なですね、拡張してるのに、 敵基地攻撃はいけませんよとかですね。自衛隊はなんかもうこれ以上軍事費増やしてはいけませんよとか。いや、もうこれ日本は軍国主義化しますよとかですね。それアホみたいなこと言ってるんじゃなくて、今ある危機っていうものをですね、きちんと見たらね、何をなすべきかっていうことはですね、しっかりわかってくるわけですね。私はその何をなすべきかということを見ようとしないという点において、日本の危機はこれ深いというふうに思います、ね。だから、きちんとですね、事実を事実として見る。つまりねじ曲げてみない。 つまり、憲法9条があったから平和だとかいうですね、そタラメらめのね、自分の中でしか完結してないようなおとぎ話をですね、もう信じてる暇なんかないんですよ。だから、なぜ日本の今までは平和だったのか、そして、これからなぜですね、危機になっていくのかってよく、それをね、 きちんと認識できたなら、私はね、日本人というのは、きちんと危機を認識したときにはですね、きちんとしたね、大改革のできる民族だというふうに思うんですね。だから、明治維新の時もそうだったじゃないですか。やっぱり、このまま行ったらね、もう日本って国なくなるんじゃないのその危機意識がやっぱり明治維新というのを起こすわけですよね。だから、明治維新もね、我々なんか当たり前のことのように思ってるかもしれないけど、全世界の中であんなね、ことをですね、やってのけた国ってないですよ。で、 ま、これはあんまりハンスくなるからあれですけれども、これはね、単なる政権交代だけではなくてですね、つまり、あの、政治的なね、ものだけでなく、例えばですね、ヨーロッパの国際法とかね、もっと言うとですね、民法とかですね、法概念というもの自体が日本の、それまでの江戸時代になかったんですよ。なかった法概念を、まずですね、外国語で理解して、それを日本語に翻訳してですね、で、それをね、民法という形にね、成し遂げた。 これね、大改革なんですよ。あの、思想的な。実は明治維新というのは、本当はですね、あの、もちろん、政治的にね、優れた変革だった。あと、同時にですね、思想的に、もう日本の知識人たちが、あの、若き知識人たちがですね、思想的にね、もう頭をね、国のために捧げ切ってですね、で、この国難を乗り切るために何とかしなくちゃいけないって言って、いろんな国に留学して、その国のですね、概念というものをね、漢骨だったりして、しかもそれをね、 す日本語にね、して、新しい漢字、自由だとかいろんな権利だとかですね、いろんな言葉作ってってですね、で、そういったものをね、成し遂げた偉大なるね、本当に人類史上でもですね、他にね、類例がないって言ってもいいぐらいですね、えー、偉大なあ変革を成し遂げたんですね。で、これをね、我々当たり前だと思ってるけど、当たり前じゃないんですよ。で、まあ私はその、今ですね、明治維新ほどの改革が必要だというつもりはない。だけれどもですね、その明治維新のね、 の思いっていうのは、このまま行ったら日本はダメになるってことですよね。で、そのね、意識をですね、もう少しね、共有しないと、今のまま行ったらね、日本は本当に危ないんじゃないかというふうに思います。北朝鮮がミサイル飛ばしましたと。飛翔体だと。これミサイルじゃない、飛翔体ですよと。あ、また飛ばした。あははははと笑ってるねえ。いうのではですね、私は国がね、持たなくなると。そういうふうに思いますので、やっぱきちんとね、北朝鮮がこのミサイル飛ばしてくるたびにね、やっぱり注目してですね、これは危ないと。 ということをきちんと認識すべきだというふうに考えます。さて、今日のイソップ部を読みたいと思います。まあ、ライオン続きますね。147番。ライオンとクマ。ライオンとクマが鹿の子を見つけ、それをめぐって争った。互いに適度くやり合って、目の前が暗くなり、死んだようになって横たわっていた。そこへキツネが通りかかり、見ると2頭が伸び、真ん中に小鹿が転がっている。それを拾い上げるなり、2頭の間を通って立ち去った。ライオンとクマは立ち上がることもできず、言うには、 散々だな。狐のために骨を折ったとはえ。自分たちの苦労の結晶を雪吊りの人に持って行かれるのを見れば、胸が痛んで当然だということをこの話は解き明かしている。まあ、よくあることですよね。二人がですね、この、 戦い合っていたらですね、まあ、漁夫の利、みたいな感じですけど、要するに戦ってあって、もう、もう、ヘタヘタになっちゃったらですね、あれ、そこになんかいいものあるなと思って拾っていくということで、まあ、これね、あの、本当に、だからといってそれを防げるかって言ったら非常に難しいけれども、でもやっぱりですね、ここはやっぱりきちんと考えなくちゃいかんということですね。私たちがここで争うことによって、誰が最終的に得してしまうのかということですね。だから、まあ、こういったことは国際社会の中でも十分にあるわけでして、やっぱり、あの、大国と大国がですね、 戦いあって、結局、第三国がですね、え、利益を得るというような、まあ、こういう馬鹿みたいなことにですね、日本は巻き込まれてはならんというふうに考えます。え、今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を続けていくに際して、ご支援を賜れる方は、下記の振り込み講座よりご支援賜りますか、あるいはですね、メンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。